定刻となりましたので ISF 主催の公開シンポジウム、小沢事件とは何であったのか、司法とメディアの共犯関係を等を始めさせていただきます。私は、本日の司会を担当させていただきます ISF 独立言論法の編集長の木村明です。どうぞよろしくお願いします。今回の公開シンポジウムには村山談話の会の方に運営にですねご協力をいただいております。理事長の藤田孝景さんには閉会のご挨拶をお願いしております。最初にお断りをさせていただきます。録音録画はお断りしてますのでご注意をお願いします。ただし写真撮影については壇上の方に限って大丈夫ですので、はい、それは前に来ていただいても大丈夫ですので、はい、それでお願いします。で今回のフォーラムはですね、1月27日に片山政権のですね誕生と崩壊という公開シンポジウムをしましたが、それと、まあ、セットというか姉妹といいますか、そういう形で、企画させていただいたものであります。また本日の司会資料の中にですねありますけれども、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんと私が演者で、日本文芸社から出させていただいた本、20人の識者が見た小沢事件の真実、捜査権力とメディアの共犯関係をとというものをですね、参考にしていただければと思います。この本の中に登場していただいた方も今日の登壇者の中でね何人もおられるということで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは最初にですね、私ども ISF 独立言論フォーラムの代表理事である岡田雁治さんの方から開会のご挨拶をお願いしたいと思います。岡田さん、どうぞよろしくお願いいたします。いつも来ていただいてありがとうございます。ちょっとお断りしておきます。私話してる最中に咳込むかもしれませんが、それは例の認知臭い病気の咳ではありませんので、タバコのせいですので、どうぞご心配なくお願いいたします。明治維新にですねデタラメに触れた本を 2,3 冊読んでしまいました。関係あえて明治維新とは申しませんが、薩長主導による明治政府の成立から141年目の2009年、多くの日本人が待ち望んだ政権交代が起きました。これ多くの人は戦後初めてのっておっしゃいますけど、実は明治政府は当然、民主主義政権ではありませんし、いろんな暗い部分を持ってますので、日本人が初めて手にした最初の、そして今のところ最後、民主的かつ独立志向の政府を日本の法務権力のトップともいえる検察および裁判所の捏造と、その権力の共犯者ないし手先ともいえるマスメディア、そして許せないのは、ますます許せないのは民主党内部にいた、あるいは未だにいる台米直属系の6、7名が総掛かりになって潰したのが小沢鳩山事件でした。およそ150年ぶりに起きつつあった大きな権力の転換が広報力とメディアによって潰されたのであります。まあ本日ここにお見えいただいている方々に、まあ、こんなことを申し上げても、さっき釈迦に説法宣告承知というお話だと思うんです。私ももうこういうことをしゃべる機会はあんまりないものですから、怒りが溜まっておりますので、ちょっと我慢して聞いてやってください。2012年の11月、小沢議員は最終的な無罪判決を得ましたが、民主主義政権の旗頭であった小沢政権の目をつんだこと、そして鳩山政権の弱体化を達成したことで、司法権力と自民党による権力構造は初期の目的を達したわけであります。直接の被害者は小沢議員、鳩山議員、
そして日本の改革を狙った多くの政治家官僚だったんですけれども、明治以来初めて手にした民主主義政権、そして対米従属構造からの脱却の試みを、アメリカの飼い犬ともいえる検察とメディアの虚構で潰されたという意味において、我々国民こそ集団としては最大の被害者でありましたと思っています。小沢議員と3人の秘書、石川智宏氏、大久保孝則氏、池田光友氏でしたね、に対する犯罪ストーリーのでっち上げばかりではなく、三井玉城元大阪高検公安部長、鈴木宗男議員、佐藤栄作元福島県知事、村木厚子元厚労省局長、植草和秀氏等々に対する検察とメディアの犯罪でっち上げ構造がこの国に及ぼした害悪は、漫画にするのもはばかられるほどのレベルに達していると思っています。これらのことに対する我々無力な一般市民の怨嗟は限りなく深いものがあります。この国をこれほどまでに、まさに回復不能なほどに貶めた司法とメディアが受ける横暴は、これから代々にわたって彼ら自らの死死存存にまで及ぶものであるということを、当事者として覚悟認識しておいてもらいたいと日頃から強く感じております。本日のシンポジウムでは、当事者を含むそうそうたる方々に司法とメディアの共犯関係の本質をえぐり出していただきます。4時間という長い会になりますが、どうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。それでは本日の理事進行につきましては、一応皆さん方にもですね、タイムテーブルをお渡ししていると思います。第1部はですね、小沢一郎衆議院議員のビデオメッセージに続き、植草和秀さん、孫崎ウケルさん、大原信夫さん、山口和臣さん、平野貞夫さんの個別の報告、ご援をしていただきます。その後休憩を10分挟んで、第2部、パネルディスカッション、ということで、最後の閉会の閉会の挨拶という進行で進めさせていただきます。多少時間のですね、進行に行き違いもあると思いますが、どうぞよろしくお願いします。それでは今からですね、小沢一郎衆議院議員、本日の小沢事件とは何であったのかのですね、一番の当事者である、小沢議員のですね、ビデオメッセージを皆さん方に、聞いていただきます。小沢一郎でございます。今日は小沢事件とは何だったのか、いわゆる陸山会事件につきまして、シンポジウムを開催するとお伺いしております。私もこの件については単なる小沢一郎云々という問題ではなくて、日本の検察司法の在り方について、国民皆さんがその本質を、この事件を一つの例にして考えてもらいたいと、そう思っております。政治家に関するいろいろな事件は、安倍政権から始まって今日まで、いろいろな事件が起きております。しかしながら、その全てについて、小沢事件、陸山会事件と比較してみると、本当に司法の在り方、検察の在り方というのがはっきりと
見えてくるのではないでしょうか。安倍政権下でのいろいろなお花見の問題やら学校の問題やらいろんなことが起きましたけれども、基本的に、司法の場で取り上げられて結論を得たというもんだことは一切、なかったと思います。近くにはいわゆるパーティーを メインの事件として裏金事件と呼ばれるような事件が起きました。しかしながら現実に検察司法の場で裁かれたのはほんの わずかな、しかも政治家以外の人物だけでした。今回の裏金事件は、まあ、誰もがわかるように政治資金規正法の明らかな違反でありますし、その裏金を自らの所得としてしまえば所得税法の違反であることは明白であります。にもかかわらず一切その責任は特に政治家は問われませんでした。翻って小沢事件、陸山会事件を考えてみますと、一体何が問題だったのでしょうか。収支報告に記載する中身が不動産の契約の時か登記の時かの違いだけであり、これは登記の時でいいんだという多数の意見があるほど根本的な違法なものではありませんでした。ところがそれによって石川衆議院議員は結局議席を失うことになりましたし、私の秘書たちはやはり罰せられ公務員権停止の処分を言い渡されました。どうしてこんなことになるんでしょうか。かたや明白に政治資金の違法な取り扱いが事実としてあり、本人たちも皆認めておる。またそれを個人の所得と考えれば所得税法の違反も明白だ。にもかかわらず罰せられない。すなわちここに最大の問題があるんです。もうお分かりの通り、検察の判断によって事実が違法かどうかということが決められてしまうということであります。これはまさに検察と裁判所も、それと同調する裁判所も同じですけれども、
その時の検察の判断によって国民の人権がいかようにも踏みにじられる、あるいは違法なことをしても許されるということであります。このことは日本の民主主義がまだまだ定着していない、逆な言い方をしますとこういうことを検察官にあるいは司法に許しているということはまさに民主主義に対する破壊であり、民主主義を否定するやり方であります。こんなことは一部の独裁国家あるいは後進国家でしか許されないことでありまして、当たり前の民主主義国家では許されるはずがない。日本も体裁は民主主義ということであるならば、このやり方は民主主義に対する挑戦であり、民主主義を否定するやり方だと私は思います。これが最大の今の日本の問題点であります。検察が何が公平なのか、何が正義なのか、何が正当なのか、すべて決めてしまう。そして裁判所もそれに対してほぼ見習い、検察の言う通りの判決しか出せない。また政治も何もその行為に対して規制することができないという現状はあまりにも悲しい、そしてまた恐ろしい社会の現状ではないでしょうか。私はこのことがですね、一番のこの小沢事件、陸山会事件と呼ばれるものが示している最大の、そして最も根本的な問題だと思っております。そういう意味で今日も大勢のそれぞれ権威の皆さんがこの事件の本質をきちんとえぐり出して、そして議論していただいて、国民の皆さんによくよく考えてもらう、その大きなきっかけになればいいなと、そう思っております。今まで冤罪事件というのは数多くありまして、そして最近になってそれが実は冤罪であり無罪だったというようなこともいくつか出てきております。私は日本が本当に民主主義国家たらんとするならば、この国民の基本的人権を本当に守ることのできる仕組みを作り上げなければならないと思います。権力が暴走し国民の権利を侵害するのをただ黙って見ている以外にない、これほど哀れな惨めな
効果はありません。私はそういう意味においてこの事件をその根本から考えていただきたい、そう思っているところであります。そして結局はこういうことは全て私はいつも言うんですが、主権者たる国民の責任なんです。国民がしっかりした意思表示をしないからこういうことがまかり通る。また自民党の長期政権で権力の乱用が行われても国民のチェック機能が働かない。そしてだらだらと腐敗した政権が続く。およそ民主主義国家とは、民主主義社会とは縁遠い今日の日本の現実だと私はそう思います。どうか皆さんの今日のご議論によって国民によりよく分かりやすく知らしめていただきたいと、そう願っております。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。ただいま、小沢事件の、当事者であるですね、小沢一郎衆議院議員から非常にですね貴重な、そして重いですね、言葉といいますか証言をいただきました。